どうもちょんちょろピーナッツ33歳つかさと、あとちりーちゃんです。よろしくお願いします。なんで小競り合いしてんねん。なんで小競り合いせなあかんねん。今回やることは、相手が考えためちゃくちゃネガティブな文章を1行だけ足してポジティブにしようゲーム。むずそう。まあゲーム性なんかもう言うた通りや、例えば片方がこう溝にはまってしもうとって書くとするよ。そしたらもう片方がなでも空は青かったって言ったらなんか微妙じゃない？ポジティブ。そう。微妙じゃない？微妙。こんな感じでいかに綺麗にポジティブに返せるかっていうのを競う。分かった。じゃあ俺先行な。面白いかな。俺ら次第や。まずははいうんちを大漏らししてもうたよ。はいポジティブに。ポジティブにしてください。大喜利感ある。間違いない。できた。できた。発表してください。うんちを大漏らししてもうたよ。でも捨てるか迷ってるパンツやった。可愛いやん。そう。これによって踏ん切りがついて捨てれる。なるほどな。うんちの処理もせんでいいし。あ、上手よ。なんか爽やか感あるわ。あるか？うんちの時点でこっちが爽やかじゃないから、こっちが頑張ってもここを浄化はできひん。あ、でも上手やな。結構上手な気する。5点。5点？うん、7点中5点ぐらい。微妙。あと2点何があかんかったん？ええやん。ええな。うん、普通にええわ。頭いいからさ。おう、じゃあ次俺は回答するわ。うん、両方回答してんのよあれに。来いよ。じゃ見んとくからちゃんと。泣いてるみたい。男泣きすぎるやろ。ちょっと待って、めっちゃ長いわ。対策や。はい。はい。今日は社運がかかったプレゼンなのにシャツにコーヒーをこぼしちゃった。あら、プレゼントがしたことないわ。じゃもない。踊るさんま御殿の投稿した人みたいになってる。な、できてました。できてました。それは早く言って。間違えた。それは早く言うて。じゃあ発表します。はい、今日は社運がかかったプレゼンなのにシャツにコーヒーをこぼしちゃった。いっそのこと全部コーヒーで染めたらバーバリーチェックになったよ。どういうこと？ここだけやったらもう汚ってなるから、もう全部染めたれって言って、コーヒーで全部染めたらいい感じにこうチェックになったよ。ならんやろ。なったの。熱なったの。はい、何点ですか、これは。3点。4点中3点ってこと。7点中3点。結構いい線いったと思ってんけど。コーヒーで染めて匂いも良くなったようにしたらよかった。あんまりちょっと無理がある。強引すぎた。もう1問ずつがいきたいな。ドゥドゥン。よし。何してんの？練習中の司くんがってなるように。はい、できました。じゃじゃん。電車で爆音のおならをしたら臭かった。はい、どう返すかな。アンサーを聞かしてみろよ。お前のアンサー聞かしてみろよ。できた。発表してください。電車で爆音のおならをしたら臭かった。はい。でも寝過ごした回送電車だったから他人に迷惑かけなかったよ。自分めっちゃ不幸やん。爆音でおならしててめっちゃ臭い上に回送電車で自分一人でどっか車庫に行ってるってこと、駅員さん起こしてくれへんのか。ええわ、車庫まで連れてったり。冷た。3点。先の大事。寂しいから。そう。自分をもっと別にして。じゃあ次はりーちゃんが考える。りーちゃんが考える。できた。はい。目が覚めたら知らない土地にいたよ。怖っ。怖すぎ。どうしよう、実際起きたらどうしようこれ。怖すぎ。多分俺「へっへっ」って言うやわこれ。実際起きたら。知らんとこにおってん、目覚めたら見たこともないとこ。なるほどな。できました。目が覚めたら知らない土地にいたよ。この土地には石油が湧いていたので所有権を主張し莫大な富を得たよ。はい。言葉通じる国大丈夫。はい、どうですか。主張できる、はい、ほんまに。したもんだって、ほら。200兆ぐらい手に入れてるのかな。わからん、石油王の資産知らんけど。わからへんけど。だからどうですかこれは。6点。おいしょよしょよしょ、こっちこっち。おしまいと。おしまい。どう？楽しかった。楽しかった。小学生のやつや。まあこうやってたまにはな、こう脳を活性化させとかんと、なんかお互いにこう出し合ってな。おいるよすぐ。まだそんな年。俺そんな年やから。付き合わせて活性化させとか、そう。お互いに活性化させていいかな。みんなもやってね。前もこんなんやった。2回連続これ。そう。というわけで。今回の動画が面白いと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。おしゃれバイバイや。